環境副大臣の山田美希です。今回は国立公園その魅力についてお話をしていこうと思います。皆さん、国立公園に行ったことはありますか？なんとなく古めかしい、寂れている、自然しかなくて初心者は行っても面白くないといったイメージを持っていませんか？意外かもしれませんが、実際に行ってみると女性や家族連れでも気軽に行けたり、ビジターセンターにはおしゃれなカフェがあったりと、すごく快適です。ただ快適なだけではなく、都心から離れて美しい自然の中で一生の思い出となる特別な体験ができる場所なんです。そこで今回は、これまで国立公園にあまり行かれたことがなかった方々にもぜひ足を運んでいただきたく、今日は4つの国立公園をご紹介します。まずはじめに、国立公園はどんなところでしょうか？国立公園は美しい自然や多様な動植物が見られる日本を代表する自然公園のことで、北は北海道から南は沖縄小笠原まで、全国に34の国立公園があります。自然公園法という法律に基づいて国が指定し、環境省が管理しています。環境省ではレンジャーとも呼ばれる自然保護官、国立公園管理官が約300人おり、地域の方々とともに全国の国立公園を守っています。その方々が着用しているのが、今私が着ているこのレンジャー服なんです。2016年からは国立公園満喫プロジェクトを開始し、その自然には物語があるをブランドスローガンに掲げて、素晴らしい自然を守りながら国内外からの利用者を増やし、地域活性化を図る取り組みを進めています。それでは4つの国立公園を紹介していきます。1つ目、北海道の阿寒摩周国立公園です。世界で唯一大きな球状のマリモが群生する阿寒湖、日本最大のカルデラ湖である屈斜路湖、かつて透明度世界一を誇った摩周湖などがあります。全国の中でも国立公園満喫プロジェクトに先行して取り組んできた8つの公園のうちの1つです。雄大な大自然だけでなく、アイヌ文化もあり、さらにはカヌーやトレッキングといったアクティビティも充実しています。中でもアトサヌプリトレッキングツアーは、認定ガイドとしか行けない特別なツアーです。アトサヌプリとはアイヌ語で裸の山を意味しており、地元では硫黄山としても親しまれています。硫黄の噴気孔は貴重な観光資源です。そのため持続的に活用し、特別感のある体験として観光客に提供するために、エコツーリズム推進法に基づいて1日に利用できる人数が制限されており、認定を受けたガイドさんだけが特別にツアーを行えるようになっています。ヘルメットを装着して硫黄の匂いを嗅ぎながら、岩山をよじ登り、木々をかき分け、時に雨風に打たれながら視察をしました。都心の喧騒から離れ、手つかずの自然に触れる、これぞまさに国立公園でしかできない体験です。厳しい自然だけではありません。阿寒摩周国立公園の活性化の要、それは川湯温泉の魅力向上です。かつては年間56万人が宿泊した観光名所でしたが、バブル崩壊を境にホテルや旅館の廃業が増えてしまっていました。そこで弟子屈町と環境省が連携協力して、旧廃業ホテルの撤去を行うなど、景観の再整備を進めています。また川湯温泉の住民の方々を中心に、町中の至る所で流れる温泉川の清掃や歩道整備も進めています。地元の方々のご努力により、星野リゾートの誘致が決まるなどの成果も出てきており、川湯地区の再生が着実に進んでいることを実感しました。このように国立公園の利用の魅力を高める取り組みが進められています。2つ目、世界自然遺産にも登録されている沖縄県のやんばる国立公園です。国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がり、ヤンバルクイナをはじめとする多種多様な希少種が生息しています。
ヤンバル地域は日本の国土面積のたった 0.1% ですが、なんと日本で確認されている鳥の約半分、カエルの約4分の1が確認されています。まさに生物多様性を象徴する場所です。特に保全体験型ナイトツアーは必見です。かつてヤンバルの森では希少な野生動植物が盗掘、密猟される被害に遭っており、2011年から地域住民と環境省が一緒になってパトロールや環境モニタリング調査を行ってきました。このナイトツアーは地域の NPO 団体や観光協会、行政が連携して作った保全型の体験コンテンツであり、現在はモニターツアーとして実施されていますが、旅行者が夜の生き物や満天の星空を楽しみながら環境モニタリング調査、パトロールを体験できる内容になっています。夜の森で懐中電灯を片手に生き物を探すのは大変スリルがあり、木の枝に止まるヤンバルクイナを見つけた時には思わず声を上げてしまいました。また生き物だけでなく、生き物の死骸、昆虫トラップ、不審な車両を見つけた時にはその都度 GPS で位置を確認して用紙に記録していきます。生物多様性を回復させていく取り組みをネイチャーポジティブと言いますが、まさにツアーそのものがネイチャーポジティブと言えるものでした。3つ目、三陸復興国立公園です。三陸復興国立公園は東日本大震災により被災した三陸地域の復興に貢献するために2013年に創設された国立公園です。青森、岩手、宮城にまたがる南北250キロにわたる広大な国立公園であり、北部は海のアルプスともいわれるダイナミックな大断崖、南部は複雑に入り組んだリアス海岸が続きます。また環境省では震災後にグリーン復興プロジェクトの一環として青森県八戸市から福島県相馬市にまたがる太平洋沿岸を南北につなぐ道の区潮風トレイルの設定を進めてきました。地元の方々のご意見を伺いながら、海岸や里山、地域の生活道など既存の道を一本につなぎ、2019年に全長1000キロを超える全線が開通しました。私も波で磨かれた黒い玉砂利が敷き詰められた大船渡市の碁石海岸や、豪快な断崖絶壁が続く田野畑村の北山崎、波打ち際を歩く普代村の自然歩道などを訪れました。どこも海の絶景はもちろん、森林の動植物や太古の地層を目の当たりにできる素晴らしい場所で、最近は外国人のハイカーも増えています。また東日本大震災の記録を伝える伝承館である陸前高田市の岩手津波メモリアルや、津波の被害を受けた宮古市の太郎観光ホテルを訪れて、震災の記憶、教訓、復興への歩みについても学ぶことができました。三陸復興国立公園は美しい自然だけではなく、津波の痕跡や震災遺構もあり、自然の恵みや脅威と人々の暮らしや文化を感じることができる場所です。最後に紹介するのは十和田八幡平国立公園です。八甲田山、十和田湖、奥入瀬渓流などがあり、山と湖と渓流の国立公園で温泉文化も魅力です。まず十和田湖畔の安宮地区での廃屋の撤去、景観改善の取り組みを視察しました。廃屋を撤去した後の土地をどうしたら有効に活用できるか、公募に向けた民間事業者との対話も進めています。この十和田湖地域は先日環境省が発表した国立公園の滞在体験の魅力向上のための先端モデル事業の候補の一つにも選定され、民間提案を活用した国立公園の利用の高付加価値化をさらに重点的に進めていくことになっています。また紅葉が有名な蔦野鳥の森にある蔦沼も視察しました。蔦
下沼では特に紅葉期の日の出の時間帯にデッキ場が混雑し、歩道外への立ち入りや路上駐車などが課題となっていました。これを受け環境省も参画する地域協議会において検討がされ、日の出前の早朝を完全事前予約制とし、予約者数のコントロールを実施するとともに、渋滞対策、環境保全協力金も上乗せ設定するなどし、利用集中の抑制を図っています。より多くの方々が快適に安全に国立公園を楽しむためにも、このような対策が重要になってくると思います。いかがでしたでしょうか。国立公園には美しい自然はもちろん、その自然に育まれた人々の暮らし、地域の文化があります。そしてそれを守る人がいます。実際に訪れて体験をすることで、深い感動と学びを得ることができます。時には人生観が変わってしまうほどの体験ができるかもしれません。そして自然の中で感じた感動と学びが、保護の取り組みや自然環境への再投資につながり、さらに次の感動と学びを生む、そんな保護と利用の好循環を私たちは目指しています。その自然には物語がある。皆様もぜひ国立公園にお越しください。皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。